こんにちは。こんにちは。おいっす。今日はですね、ドルフェルツの視聴者の方はみんな気になってると思うんですけど、やっぱさ、俺らってさ、ビジュアル系バンドマンになる前にさ、やっぱ憧れとかあるじゃないですか、いろんなアーティスト3人みたいな。バンド始める前ね。そうそう、始める前とか。僕らもやっぱりその、まあ、ロイはね、そのロックバンド出身なんで、俺らよりもそのビジュアル系入るのはちょっと遅かったと思うんだけど、やっぱ俺らもギャオ時代っていうのがあったじゃん。はい、ギャオ時代にさ、憧れた V 系の事務所をちゃんと一人ずつ聞いていこうかなと思いまして、やっぱり俺らの世代ってさ、すごい事務所、例えば PS カンパニーだったらさ、はい、ピーカンとかさ、はいはい、いっぱいあったんですけど、それをねちょっと一人ずつ聞いていこうかなと思います、はい、僕はデンジャークルーさんに憧れというかね、そういうものを抱いてました。自分がバンドを始めるきっかけとか歌を始めるきっかけがラルクアンシエルさんだったので、ラルクアンシエルさんをこう調べるじゃないですか、ウィキペディアとかいろんなものを。そういうところにこうレコード会社事務所とか書いてあるところにデンジャークルーって書いてあって、デンジャークルーっていう事務所に入ればハイドさんに会えるんだっていう、この安直なねキッズの気持ちでいましたけど、やっぱそうやって学生時代とかあのジャック・イン・ザ・ボックスとかよく見て憧れてましたね。スーパーステージみたいなのめっちゃ良かったよね。そうなんです、いろんなアーティストのコラボみたいな。多分一番有名なのがあのボーカルがグレイのテルさんとそのハイドさんで誘惑を歌う。そんなスペシャルなのがあったんだ。あ、知らない？知らない。武道館とか、武道館でやってた。でもなんか YouTube の関連とかで見たことあるかもしれないけど、ハイドさんがサングラスでオールバックなんだけど、へー、ギターがムックの方とか、うん、あのあとギルガメッシュの、ギルガメッシュのギターの方もいます。で、シドのアキさんがベース、へー、そう、動画があって、ハイドさん多分急遽になったのか分かんないんですけど、その誘惑歌う時に多分ここに歌詞書いてて、完全に見ながら歌ってて完全にそれがめちゃくちゃ可愛かったんですけど、そんな感じですかね、僕は。デンジャークルーということでね、ちょっとロイっぽいかも、うん、そんな感じです。ありがとうございます。はいはい、リオが、リオが入りたかった VK の事務所。事務所でもやっぱり思い返してみたら、10代の時とかは事務所とかがあんま分かんなかったから、自分たちで普通にライブしてたらレコード会社の人が見に来ると思ったの、事務所の人とか。そういうライブもあるじゃん、オーディションみたいな、はい、オーディションライブとかみたいなのも知らないから、俺はもうただあの20歳になるまでぐらいか、ただ誰とも知らずに知らない対バンとかに出まくってた。事務所でも入りたい事務所は特になかった。を知ったのが多分20歳、そのまあちょっと前かもしれないけど、でもやっぱりその俺たちの世代というかあれだけど、 PS カンパニーさんが僕は多分第一でも超夢見て、スーパーパワーというかさ、なんかなんていうの、時代じゃん、憧れました。僕はなんかあるかなっていったところですかね。こんにちは。こんにちは。俺らといえばやっぱギャオなんで、ギャオ出身なんで、はい、あの事務所への憧れってすごいあったじゃん。いや、あった。テイカが入りたかった事務所は、いやもうこれマジでつまんなくて申し訳ないんだけど PS カンパニー一択ですねそれ以外は考えられない。誰も誘ってないのに、それ以外に誘われたら断るつもりでずっと生きてこれ事務所の名前はさ伏せるけど、当時俺とテイカがやってヤバいバンド、よく動画内で話す、結構有名なバンドさんがいる事務所で、俺らも当時知ってるね、イベントを誘っていただいて出たんだけど、イベント誘われたから動員1とか0なのに勘違いしちゃって、絶対入んねえべとか言って、誘われたらどうするって言って最初に話し合いして、もう断るって決めてた。でもよくよく今考えてみたら、動員0とか1なのにめっちゃ誘ってもらってた、普通にイベントのカモラリストだね。こっちがペースだ。そう、毎回めっちゃ話してたからもうガゼットのいる事務所にしか入りたくなかった。そうだよね、後輩になれるって考えたらね、入ったらガゼットに会えるわけでしょ。もうそれだけでもう給料0万円でもいいもんね。いや、そうだね。僕でもすごいの知ってね、知ってましたから、そのガゼットさんもそうだし、みやびさんもそうだし、そうあの時代マジで超すごかったわけでしょ、ボーンとビビットもいて、アリスナイン、アリスナインもうかっこいい人たちばっか。そうだよ、ね、当時さ、勢いあるバンドはもう全部 PS カンパニーだったの。マジでそうですか。みんなすごくて、もう曲出すたびにもうショックス、ネオとかもう全部の雑誌がそのアーティストになってみたいのが、すごいよね。そうで、アニメの主題歌とかさ、テレビとかでも見る機会があったりして、めちゃめちゃ憧れてましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。
はい、はい、じゃあ俺だけ王子代に入りたかった VK 事務所、これもねちょっとつまんなくて申し訳ないんですけど PS カンパニー一択でございます。結構可愛いエピソードがあって、当時俺とテイカと一緒にバンドやってた、そのヤバいバンドやってたドラムが小学校から一緒で、まあほぼ幼馴染みたいなやつなんですけど、一緒に VK ハマって、中学校の頃プリクラで肩組みながら PSC 絶対入るってプリクラ撮って、就職先みたいな。そうで、高校生の時にあのビビットさんのローディをやらせていただいて、うん、イブさんにそのプリクラを見せたことがあるんだけど、うん、めっちゃ爆笑してました。ついたらめっちゃ可愛いよな。可愛いよ。PSC 絶対入るわ。もう本当にあの戦略プロフィールにも載っけてた。そのプリクラもうないの。そのプリクラ俺実家にあるんじゃない。俺見せたいわ。いや、あったらなんか写真載せたいね。そうだね。PSC 絶対入るって言ってて入れなかったんですけど、うん、でも本当に PS カンパニーすごくて、前も話したことあると思うんだけど、テイカとセブンデイズのさ、渋谷公会堂セブンデイズやってたんですよ。すごいね。ビジュアル系のもう時代作ったと言っても過言じゃないんで、本当にあの事務所があったから今の自分たちがあると言っても過言ではないというか、しかもさ、あれのおかげでさ他のビジュアル系をめっちゃ知れたじゃん。そうだね。そんな感じですね。ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ憧れの事務所、憧れの事務所ビジュアル系でしょ。そうです。俺入りたかったね、エクスタシーレコード。渋っ。渋っ。こいつ